先輩先輩。前回のあらすじ、高橋さんがナチュラルボーン的な意味で童貞を殺しに来ている、おっぱいを押し付けてきている、そんなナチュラルに童貞を殺す高橋さんが見えてちょっと嬉しかった。そんな回似てないやっぱ似てないわ。もうさ、先輩って言い方が可愛かったから真似したかっただけなんやけどな、正直。似せるつもりなんか全くなかったからよし、やるぞ。全くダメですよってそれ似てないよって言われてるような気がするんやけど今の流れからしたら、とりあえず CG の件はバランスよく配置をすることで何とかなった。ちゃんと難しいところにも挑戦しないと上は目指せませんよそこまでガチ勢目指しておくかは知らんけどな。プンプンとほっぺたを震わせながら怒っている。かわいいな、そういうところも。お前は俺の母ちゃんかよ俺は母ちゃんの奴隷じゃないっつーの。先輩のお母さんですか。まさかその年でチャイルドプレイにハマっているんですか。おいおい、チャイルドプレイって赤子遊戯って書いてチャイルドプレイって読ませるパターン初めて見たぞお前。ちげえよ。さすがにミルクを飲ませるというプレイはちょっと特殊すぎて。マジかちょっと妄想しちゃうじゃん高橋さんのおっぱいに吸い付く主人公の絵を想像しちゃうじゃん。マジ引くわーという後輩。待って、だからせめて卒業したあたりで卒業したらいいんじゃん。卒業したならばいいんじゃん。お前もっと待ってもっと待ってそういうことじゃないから待って必死、もう必死。はーいこの子いい子だけどちょっと怖い。さて、これならキャラデザだな。アニコのおっぱいのがいい。そうだな容量的にもさ、出る量が違うだろうな。もうホルモンが違うよ。女性ホルモンの量が違うからな。先輩がどれだけキャラを理解してくれているのかが楽しみです。そうだった、そうだった。絵を描くのにはさ、シナリオを考えた人のキャラクターのもう構造っていうのをさ、理解しなければいけないっていうことを前回のパート学んだからな。その辺がちょっと絵描きとして、人の考えている人の意図を読まないといけないっていうセンスで問われるっていう、そういう難しさがあるから。頑張ります。レシ初心者の俺がやっていけるのか。カリカリタカカ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 カ。多分ターンって言うてた瞬間さ、どっかで人がさ倒れているかと思う。カリ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 。秘宝、後輩がエンターターン系女子だった。あー、終わった。エンターキーを押す指に力を込めて、俺はシャーペンを置いて体を伸ばす。あ、終わりましたか。とりあえず主人公のイメージがだけどな。主人公、さてさて、どんなのか。どうしたどうした、なんでカートナーの間そんなに間が空いた。固まる。それはもう見事なせっせっのようにな。え、なんで固まっているか。そりゃ俺が。なんで。どうだ、かわいいだろ。なんで金髪ロングのキャラに変わっているんですか。そんなのははあー、なんか別にブサイクではないけど、なんか物足りないような感じがしたなんか物足りないなこれ。なんかおでこ広すぎない。あ、ガチ泣きした。違うの、クレスは緑の髪の毛で、緑の髪の毛で短くて。やっぱあのゲーム、クレスっていうあの女の子が主人公なんやな。ワンワン泣きながら必死に訴える。さすがに遊びすぎたようだ。悪かった、本物はこっちだ。ピタ、本当俺はうなずく。わ表情コロコロ変わるのが高橋さんのいいところ。前々回から言ってますよね
ああ、帽子みたいになっとるやん、お前。もうなんか、ボカーって爆発しすぎて帽子みたいになっとるやん、お前。他のゲームの名前出していいんだったら言うけどさ、色欲のチェリーちゃんみたいになっとるわ。そりゃ泣くわ。そりゃ泣くわ、お前。自分のキャラクターここまでいじられて泣かないわけがない。インランピンクな存在じゃないやな、お前。初めて聞く表現法やな、お前。インランピンクってお前、世界中のピンク髪が聞いたら怒るぞ。リアルピンク髪はいたら気持ち悪いけどな。いつもより多め強めに叩いております。緑なの、え、高橋さんの下の名前は緑なの。わたあめついてるみたい。夏祭りの帰り道。さーて、来週の最後は、どうも、俺です。温かい鍋物が恋しくなるような寒い時期になりましたね。鍋もいいけど、バニーとしっぽり温め合う。そんな人生に巡り合いたかったと、俺はそう思います。次回の最後は、緑は不人気、後輩、ドラミングを覚える。泣いた JK は厄介の3本です。来週もまた見てくださいね。じゃんけんパーン。じゃねえ、前の客の目もあるから騒ぐのをやめなさいと。かっこ自分が泣かせたという自覚は全くない。いじめてたぞ、高橋さんのこといじめてただろ。たく、これならどうだ。今度は希望通りの緑のショートだから間違いないだろう。ちょっと本当かなって言うてさ、疑惑の目を向けているぞ、お前。まさか。何何？頭にゴーグルをしてない。あれ、ゴーグルなんかしとったっけ、クレスって。ゴーグル？そんなのあるの？いや、それ聞かされてたから分からんところじゃない。そこは聞かされてないと分からないところじゃねえの。言ってないんじゃないの。分かった分かった、ほらこれならどうだ。声が必死。いや、それ細かいな、お前。適当すぎ。それはあかんわ、それはあかんわ、お前。だこの女分かってはいたけれど。めんどくさい。めんどくさいって何ですか。くさいものはくさいから仕方ないんだ。何がめんどくさいんですか。先輩がまともに書かなかったのが悪いんじゃないですか。これはいいんだよ。よくはねえだろ、お前。よくない。いいんだ。先輩はめんどくさがりな、その性格を直した方がいいと思います。お前はそのめんどくさい性格を直さないと大変なことになるぞ。結局両方ともめんどくさいのである。いや、一発で書かんす、主人公も悪い。そうやな、おふざけまくっとうもんな。一触即発、ガソリンでキャンプファイヤー。まさに地獄の愛様、仏もこれには思わず逃げ笑い。争いは同じレベルの者同士でしか発生しない。やーいやーい、このネクラエロゲスキーなお体かき。暴言の連発である。やーいやーい、この地味の貧乳女子。あ、そんなこと言っちゃダメだよ、もう。なんだと。やるか。やらいでかって、なんなん、どこの方言、やらいでかって初めて聞いたぞ、お前。この野郎、参ったか。マイルス・デイビース。誰だ、それは。俳優にありそうな名前、外国。それから、15分後。力使い切ってんじゃない。やるじゃねえか。先輩もね。戦いはここで終結した。なんだこれ。喧嘩してお互い友情を膨らめ合ったみたいな、拳で語り合った後みたいな感じの終わり方やめろ、お前。犠牲はすっごくなかったが、和平の道へと進んだのだ、多分。コメントでイチャコラすんなよ怒りっていう文字、
本当だよな、これどう見てもイチャイチャしてるよな、喧嘩のように見て。後輩、何飲む？モカ？ブルータスじゃないのでいりませんよ。オレンジジュースでお願いします。わかった。そう言って俺は注文をしに行くのだった。さえ僕、なぜこのタイミングで赤ワインの話になるのだ。あそこまで難儀な性格だったとはな。やれやれと思いながらレジ前に行く。いらっしゃいませ。店内でお召し上がりになりますか？とりあえず飲み物でオレンジジュース M サイズ一つとコーラは S サイズ、コーラは氷抜きでお願いします。はい、オレンジ M が一つとコーラ S 氷抜き一つですね。コーラは氷抜きでお願いします。少々お待ちくださいと言われたので待つ。少々といえば料理番組で胡椒を少々といった量があるが、あれは親指と差し指でつまんだごく少量だということ。逆に一つまみというのは人差し指、中指、親指でつまんだ量になるという。覚えにくいね。なんで俺はこんな時に料理の豆知識を披露しねばならんのだ。 しかも自問自答という。さっさと受け取って戻ってまた書くか。やれやれ。なこれ、なんか知らん4人の黒い女がいたよ。ブラックカルテットだよ。ブラックカルテットが現れたよ。これ数名って4人やけど、数名の JK が公平を取り囲んでいる。学校の友達？いや、気になったのでちょっと離れた位置で様子を伺うことにする。ほんまやな、俺も実は目に入ったけど一番左やつめっちゃおっぱいおっきいな。ああ、桜さんよりかはちょっと小さいか、もしかしたら同等あるかもしれないが、JK なん？制服なん？これ。JK なんこれ。だってどう見ても仲のいい友達じゃねえもん。こんなところに主がいるわ。うっさー。ウケるー。JK4 がなんかすごいお姉系っていうのはわかるな、これ。喋り方で。この発言、やはり友達ではないな。後輩。とりあえず俺も場に加わる方がいいだろう。先輩、俺は戻ってきたと分かった瞬間に顔が明るくなる。あれ、とりあえずジュース。女子高生の群れに突っ込み道を強制的に開けさせて平然と席に座る俺。何こいつ。顔を見ないで後ろ手に指をさして聞く。後輩が喋ろうとした時、高梨、あんたこんな男と付き合ってるの？マジありえない。ウケる。私は別にいいと思う。誰が誰と付き合おうと私たちには関係のない話なのだ。あ、 JK4 だけなんかなんか共感できる感じのこと言ってる。後輩は黙ってしまう。しかしこいつら漫才のカルテットかなんかか。4人組の芸人で大抵が肉体派的なことをしてるからあまりテレビじゃ使いにくそうだよな。知らねえよ。まったく、あんたに彼氏とか超ありえねえ。ほんとほんと。ウケる。JK さん、さっきからウケてばっかやないかお前。果たして彼は本当に彼なのだろうか。彼が彼というゆえんを私は知りたい。何このナレーション口調。JK 方はナレーション志望なのか。テレビ局でナレーターとしてやっていきたいタイプなのかお前は。4人目を落ち担当ってやつか。後輩はどうしたらいいのか分からずにただ椅子に座っている。彼氏さん知ってます？そいつって毎日保健室の住人なんですよ。それでついたあだ名は保健室の主なんですから。そうそう、学校来ても保健室、たまに教室入ってもすぐに保健室、今日も便所でご飯だ、うまいってね。なぜ便所の話になったの最後。ウケる。こいつウケてばっかやで、ね、ウケるの言い方変えてきたこいつ。保健室、それは困った生徒を迎えてくれる最後の場。それは誰も怪我してはいけない不可侵領域。こいつは何を言ってるんだ。もう全く関係ないだろうお前。後輩はただ黙って座り時が過ぎるのを待とうとしている。あら、ずっと保健室登
この主様は黙っちゃった？ありえない。彼氏さんも別れた方がいいですよ。ウケるこいつウケてばっかやな、ほんと。彼氏、おのが気持ちを優先させろ。大事なのは自分に嘘をつかぬことだ。なんかこいついいこと言うな。めっちゃいいこと言うやん、こいつあ、このいいこと言うやつがその巨乳の子であってほしい。一番左の巨乳子で、うん、巨乳でこのいいことを言うっていうさ、もうこの世の人の中でダントツでさ、印象いいような、しかもおっぱいがでかいという中身見た目両方ともダントツにトップという状態を作り上げてほしい。泣く。その場にいた人間が誰もがそう思った時だ。しかしそうはいくかよ。なあ、あんたさ、 LINE やってる？ゆっくりと振り向き立ち上がる。俺はそれをさせるつもりはなかった。大事な後輩を泣かせるなんて先輩としてダメだろ。だったらあとは決まってる。こいつはな、俺が欲しいって頼み込んでやっと手に入れたくらいの女なんだぜ。ん？なんか誤解されるような言い方をしているけど、確かにそうなんよな。だったらなんだって言うの？別に。そう、だからなんだという話だがな。ただこいつにはそれだけの価値はあって、それで俺に尽くしてくれるんだ。受けない。あ、受けなかった。あ、そうっすか。だからさ、そうだ彼氏よ、それでいいのだ。あ、こいつどっちの味方やなあ、こっちの味方だったん、この人左手に持っていたコーラの蓋を開ける。邪魔するんじゃねえ。そしてそれをギャルの頭からかけてやった。そりゃもう盛大に気持ちいいか。うわぁ、ちょ、何すんのよ。信じられないといった感じで驚くギャル。そりゃそうだろう、それだけムカつくことをやられたんだ。今のお前は因果応報ってやつだ。なんだそれ。何って見てわからんのか。流行の炭酸を使ったシャンプーに決まってるだろ。ちょっと大丈夫？大丈夫大丈夫、このくらいで死ぬことはないんだから。わいながら答えてあげる。それに俺のに手を出すからこういう目に遭うんだぞ。まだ S サイズのジュースだったことに感謝してほしい。ウケる。面白い。ウケるずが面白いって言ってくれてるやん。よかったな、進行滑らずに済んだぞ。お前分かったらさっさと消えろ、この腐れまっちゃ。クオで値段査定をしてもらってからやってかい彼氏殿、超かっこよかったでござるよお前どういう、何キャラやねんお前、ござるよってお前ああ、よかった、このキャラがいい JK 方がさ、巨人の子だったわ。よかった、できればその黒からさ、ちゃんと色を塗ってほしかった。色を塗った立ち絵であってほしかったけど、胸の膨らみがすごいな、この子。なんかすごい胸の膨らみだけ強調されてるな、お前あんた本当に女子高生？特におっぱい。いや、あいつらの友達だったの？ギャルたちは捨て台詞が残さずに、ただ黙って立ち去っていく。ふっ、勝ったな。なエヴァみたいなやつ。エヴァの名言みたいな感じになると。ブラック、二度と来るな。ベルベルバーク。ヤジの飛ばし方が子供。ふーん。何か変なのを相手にして使えたな。さてさて、続き続きと。先輩。お？今にも泣きそうな後輩。そんな後輩の頭の上に手を置いてある。先輩。ああ、これいい雰囲気、いい雰囲気。ああ、笑顔で答える。先輩。おお、ガチで先輩後輩じゃ。後ろを指さす後輩。後ろ？店員さんが怒って立っていた。ただし笑顔や絶やさない。お客様。あれあれ？あれ？なんか思ってた展開と違いますね。うん。はい、出て行ってもらいます。ですよね。できんくらっちゃった。サイボク。追い出されちゃいました。カン。おい！追い出された先、カラオケボックスだよ。
二人きりでカラオケボックスだよ。なんかリア充度失点してるよお前ら、なんか知らんけど。まああんな後輩を守るようないい先輩であった姿、こうなっても仕方がなかったろう。カラオケ、最初はここで打ち合わせすればよかったのだ。ただでドランク飲み放題だし、使えたら歌ってもいいんだからな。あー、さっきのコーラはもったいないことした。俺のため息に反応して体をこわばせ、強ばせる、こわばらせるか、後輩。よく考えたら、二人気になるこの状況ってやばくね、うん、もしかして、カラオケにしたのか、やっぱり間違いだったのかな。この間違いは、もう止められない。俺の、あそこは、ビンビンだぜ。先輩、聞かないんですか。何を、私がなんで保健室登校だったのかとか。え、それは体が弱かったとかそういうことじゃないの。それってさ、聞いて何か俺に得があるのか。太鼓の達人、太鼓の達人入りました。主人公をバチに、主人公を太鼓にして太鼓の達人を始めましたね。だから睨むなって相手ってつまさん、膝に蹴りもやめて。フルボッコでドン。私、小学校5年あたりからずっといじめられていて引きこもってたんです。ああ、そうなの。きっかけは何だったのか分かりません。多分忘れるくらいどうでもいいことだったのでしょうね。やーいやーい、貧乳ってバカにされたんだろうな。いや、小学校5年生でおっぱい大きい女の子の方が少ないわ。それで中学時代も同じように引きこもってたんですよね。ああ。そりゃすごい気合の入った引きこもりだな。そうですね。そうですねって、お前そんな顔で言うことじゃないけど。引きこもりに関しては私ちょっと他人に苦言を呈せるレベルにはなってると思いますよ。そんなレベルになってほしくなかったけど。そんなことを冗談みたいに言って明るく笑う。しかし目が笑っていない。引きこもりの女王ってやつだな。様をつけろよこの平民風情が、なんてね。そんなことをやってたらですね、中3の時に怒られちゃいまして。そりゃ先生からは望ましく思われんもな。誰に、総理大臣、なんでだ。なぜ安倍総理出てくる、アベノミクス、アベノミクス的にダメなやつになった。うん、尊いよ。偉くはないかもしれんけど尊いよ。親です、親。マイファザーとマイマザーです。なぜ英語で言うたのだ。ああそうかそうか、主人公も主人公で似たような境遇か。いい加減に出てこい、学校行けって言っても行かない私に、母さんは泣きまくって、父さんはスパイプ持って部屋の後ろの窓を叩き割って入ってきて、部屋から私を出したんです。おお、なんかスケートダンスに似たような展開見たことある。ずいぶんロックなお話だな。いや、何で書いてんのこれ。ラブメイカー、分からんけど、多分泣き顔で入ってきてたんだと思う。今思えば父さん7階だったのに無茶してますよね。7階って落ちたらミッチよりもひでえやってことになるようだろうよお前。まあ娘のためにそれだけ必死だったのだろう。で、当時中3だった私を両親はなんとか高校に行くためにと奮闘してくれて、はあ、徳川に入ったのか。聞いたことがある。あそこの学校には特別枠みたいなものがあって、重度の引き込みとかを入れてくれる制度みたいなものがあるって。はあ、ああ、窓代15万円と高くつきましたが、結構いい値段するな。リアルに、リアルに俺の1ヶ月の給料ぐらいなんやけど。出世払いで後から払うと約束して、そこからはまあなんやかんやあって引きこもりはやめたんですけど、はあ、今度は別に保健室の主になっちゃいましたよ。便利な言葉だな、なんやかんや。便利ですよね、なんやかんや。なんやかんやで終わらせてもいいことではないけど、結構家族の絆あるんやな。まあ幸いなことに、暇つぶしでやっていた個別の勉強のおかげで成績が良かったので、はあ、卒業は
なんとかなると思います、きっと。うん、多分。でへっという坊主で可愛らしさをアピールする。あ、そんなアピールせんでも最初から高瀬さん可愛いよ。うん、引きこもりがなんかもったいないぐらい可愛いよ。もしかしてその引きこもった時に。そうじゃな、小5の時からって言ったけん小説と だいぶ被るよな。例のノート一章の2冊だけ持ってきてるよ、指さす。あ、やっぱり分かっちゃいますよね。そうなんですよ、この悠久のスバルは家にいる時にしていた空想かける妄想イコール想像力でできてるんです。ほう、オタクの数式、すごい計算方式だな。ノートの厚さは私の引きこもりの年数だと思ってもいいくらいですね。なるほど。ほら、木の年輪みたいな。それと一緒にされたら困るよ、木の年輪の方からしたら。僕そんなのと一緒にしてほしくないなって木の年輪は言ってると思うよ。同意で厚みがあるわけだ。この子はその年数を家の中で閉じこもって書き続けただろう。本来ならば義務教育で学校に行っている 年齢を孤独に過ごす。そんなこととても自分にはできそうにない。学校に行けようと思わないでもないが、それは過去の話。今は突っ込むところでもない。そうやって彼女は日の出をカーテン越しに迎える生活に終止を打つことが来た。彼女は外に目を向けたのだ。未知の世界へ踏み出す。その恐怖に耐えて、そして打ち勝つために。彼女は自分の作品を発表する方法を求めて、ここにやってきたのだ。もともとそれがきっかけで小説始めて才能を開花してきとったんや。それをようやく POE で世に広める方法が見つかったみたいな。ここから高梨伝説が始まるぞ。勉強ね、どうなんだろう。高梨、いや、アキラ。何ですか、いきなり名前呼びになって。俺は手を広げる。俗に言うハグのポーズ。俺、優しい優しい先輩からのご褒美だ。やだな先輩、私は別に幼子なんかじゃないんですよ。じゃ、やめるか。手を下げようとすると。わっ甘えたかったんやな高梨さん。最初から素直にそう言えばいいんだ。あと俺もアキラちゃんって呼んでいいかな。あ、ダメですか、ごめんなさい、高梨さんにします。再びハグの対戦になる。じゃあちょっとだけ胸を借りますよ。ちょっとだけですか、ね、あ、できれば胸の貸し合いっこしません。揉ませろ。振りですね、わかります。あや、トスンと胸の中に落ちているように彼女はやってくる。わあ、広くて大きい。コヘイ、その言葉、広くてをつけないでもう一度言ってくれる。なんでだよ。大きい。って、何言わせるんですか。注意、このゲームはエロゲじゃないよ。プリプリと怒る。しかし、腕の中から出ようとはしない。あまり怒ってはいないようなので、そのまま優しく。優しく壊れ物扱うかのように抱きしめてやる。なんか恥ずかしいですね。まさにピオちゃん、ピオピオ言っている小鳥のごとく。後輩は抱きしめられ慣れ抱きしめられ慣れしてないせいかちょっともどもどしている。でもなんかすごい落ち着く。しかし抱きしめられる側もなかなか落ち着かないものだな。だって柔らかいしいい匂いさせられるんだぜ。もうちょっと妄想が広がるね。姉子が見たら怒るぞってさ。逆になんでここに姉子が入ってくるんだって話なんで、大変よ二人ともって言うてさ、え、なんでここわかるのって、 GPS つけてんの、もしかして発信機つけてるのみたいな話になるけんな。勃起するなって言う方が無理だよ。立つなよジョニー、立つんじゃねえぞ。ちゃんと服を洗ってるし、色にも入ってるぞ。あと、衣もきつすぎない程度には扱ってるし。いいよね、ワイルドバニラ。好きなんだ、ああいう香り。そういった汗とかの匂いじゃなくて。あ？一瞬黙る。どうした？ニヤーととろけた感じになる後輩。先輩が
抱きしめてくれてるんだなって思ったら、ちょっと。ジュンジュはってやつか。なんで名倉出てきた。なんで名倉じゃないわ。ホリケンなんで出てきたんこれ。最低か。自己ツッコミ。まあ出そうになったの。一度釣った方がいいと思うんだ俺。そんなこと言うな。やってる俺が一番恥ずかしいんだから。ハグされて鼻血ブーってなれなさすぎだろお前。あと俺の聖剣ジョニーエクスカリバーしちゃうだろ。いろいろとあったんだなお前。正直俺には頑張れとか無責任なことを言える権利はないと思ってる。そんな権利は誰も持ってない。だけどな、お前はもう一人じゃないんだ。うん。悲しいんだったら一緒に泣いてやるし、笑いたい時には笑ってやる。うん。もちろん俺だけじゃねえぞ。POE のメンバーだってついてるんだからな。先輩。ああ。後輩の顔を見ながらニーと口を大きく開けて笑顔を作る。だから代わりに俺はこう言うぜ。うん。後輩、制作やろうぜってね。そう、中島がいっその野球しようぜっていう感覚だが、今回はもう感動のクオリティが違うからな。仕方ないですね。私に恋心というものを与えてくれた先輩の恩に報いるためにも、このゲーム絶対に完成させましょうね。ああ、恋心ね。ところでさっきの手直しなんだが。うん。離れてイラスト数枚を見せてみる。ああ、いいと思いますよ。おお、いいんじゃ。いい感じ直したんやな。こうしてなんやかんやあった企画書作りは終わって、俺たちの制作は始まったのだ。もうエンディングがいつもと違う。高橋さん編のエンディングみたいな。あー、ちょっと近づいてる近づいてる。おお、そんな表情初めて見た。おい、めっちゃ赤かったぞお前。今の表情何言われたらそうなった。うわ、もうカップルやろお前ら。おいら、お前らもうカップやろうが。え、もう高橋さんルートやなこれ。さくらさんに呼び出されて向かった先はホテル。そんな、まだホテルちょっとしか経ってないのに。っていうか私出番ないんですか。ないかよ。冴えない荒野を目指す学園の僕第6話、さくらさんの制作ロード。制作ロード、いやもうもういろいろ突っ込みどころあるんやけど、もう高橋さん今回で出番使い切って次回から出ませんみたいな話になったのやお前。あと今チラッと新キャラ出たけど誰だわあいつは。胸大きいな。